行様、もうすぐお昼食です。そっか。もちろんお食べになりますよね。いただこう。食卓がございませんので、こちらの机で。こうしてご飯を一緒に食べるのも久しぶりです。そうだな。阿行様が私に愛をくれたあの日から。お水をお飲みになってください。幸せ。阿行様、もう少しゆっくりとお食べください。もういい。ないのですか？食欲がない。ご病気かもしれません。診察して差し上げましょうか。いい。ごちそうさん。阿行様、お仕事ご苦労様です。先ほど男性の方にお声をかけていただきましたが、お嬢さん、はあはあ、僕ちんと一緒にお医者さんごっこやらないとはどのように解釈したらよいのでしょうか。阿行様、そのように心配な顔をなさらないでください。阿行様以外の方にはついていきませんから。お夕食は午後6時からです。待っていますから帰ってきてくださいね。阿行様、もうすぐお夕食です。そっか。あとしばらくお待ちください。もうすぐできますから。なんか嬉しそうだな、ミント。愛する方のためにお食事をご用意できるって幸せですね。ベッツ、くしょう。何？阿行様、とても可愛いです。いい年した男に可愛いって褒め言葉になんないんだぞ。はい、お夕食のご用意ができました。もうそんな時間か。阿行様の好みはバッチリメモリーに記憶してます。バッチリ。ミント、お前変わったな。
女は愛する男によって変わるとテレビでやっていました。そうだな、いただこう。食卓がございませんので、こちらの机で。たっぷりと食べてください。アギョ様に頑張っていただかなくては困ります。さあどうぞお食べになってください。なあ、何でしょう。俺が頑張らないとなぜミントが困るの。アギョ様のいない事務所と家を預からせてもらっている関係上、アギョ様のお仕事ぶりが気になって仕方ありません。最近アギョ様お元気ないようですから、もっとスタミナのつくものの方がよろしいですか。これ以上血の気を多くしないでくれ。妻として旦那様の栄養価には気を使うところです。ちょっと待った。はい、何でしょう。今何て言った。はい、何でしょうと申し上げました。その前だ。妻として旦那様の栄養価には。そこだ。はい、どのような。妻って何だ。結婚している男女間で主に男性が女性に対して呼ぶ呼称です。結婚って何だ。愛し合う男女が夫婦になることです。夫婦って何だ。阿行様、お疲れになっているのではございませんか。いいか、夫婦っていうのはな、愛し合う男女のことです。阿行様は私のことを。なあ、皆まで言うな。どうかなさいましたか。ごちそうさん。おかわりもいらないのですか。食欲がない。ご病気かもしれません。診察して差し上げましょうか。いい。まずい。まずいぞこりゃ。こんな食生活でいいのだろうか。アギョ様、もうお夕食は後片付けしてしまいました。お風呂は午後10時でございますので、よろしくお願いします。アギョ様、本日もなさいますか。おお、気持ちいいやつを頼む。たくさん出してさっぱりしてください。白いやつをたっぷりとな。誠心誠意尽くさせていただきます。おお、耳かきは気持ちいいぞ。耳垢をたくさん出してさっぱりしてください。なんで耳垢って白いんだろうな。皮膚細胞が死んでいるからです。というわけだ。良い子のみんな、わかったかな。どなたにおっしゃっているのですか。大宇宙の医師だ。ありがとう、さっぱりしたよ。はい、またご要望があれば。耳かきの才能はあると思う。アギョ様、またお耳掃除ですか。何度もやると中耳炎になってしまいます。また明日にいたしましょう。
来てくれたのね、ソーマ。偶然近くを通りかかったんでね。こんな時間にこんな人気のない場所へ。私の依頼を引き受けてくれるのね。いいだろう、引き受けよう。ありがとう、ソーマ。あなたがいてくれれば百人力だわ。礼を言われることじゃない。海音寺邸の殺人事件は俺もやや不信感を抱いていた。海音寺とやらがどんな財宝を隠したのか探してみるのも一興だろう。そうね。しかしこの壁を乗り越えるのは一苦労だぜ。リョーコ、お前はスカートだし、そんなんで大丈夫なのか。門のこと開いてるわよ。この調子だと当然玄関の扉も開いてるってことかい。その通り。どこで鍵を調達したのか聞かないでおいてやるぜ。ありがとう。海音寺が隠した財宝か、本当にそんなものがあるんだろうか。私はあると信じてるわ。根拠が今一つ不明瞭だがな。ソーマ、あなたはこの間一緒に飲んだ時言っていたわね。自分が推理をするときにいつも明確な根拠はない。根拠はないが己の推理が正しいという確たる自信のみって。いいだろう、涼子の勘ってやつを信じようじゃないか。ありがとう、行きましょう。涼子はまだ何か俺に隠している。一体それは何だ。この屋敷にどんな秘密が眠っている。海音寺は誰に殺された。答えがここで見つかるんだろうか。電気はまだ通っている。幸いだったな。広々とした屋敷だ。本当に半年以上放置されていた場所だろうか。かすかに埃の匂いがするが、定期的に掃除でもされているみたいだ。なんだ今苦しげな男の声が。リョーコ、今人の声が聞こえなかったか。いいえ。そうか幻聴、この俺が。それよりもさっきのどういうことよ。誰かここにいたとでも言うの。それはわからん。半年以上放置されていたにしてはと思っただけだ。だが調べてみる価値はあるな。二手に分かれましょう。私もいろいろと調べてみるわ。半年前に警察が散々捜査したはずだからな。危険はないと思うが、用心しよう。分かったわ。ほとんど閉鎖されてるとはいえ、これだけ広いと。財宝なんて探すなんて、ほとんど宝探しだぜ。どうする。
Whoa.